ジンジャーエール。美味しい。このジンジャーエールって結構辛めだね。甘さ控えめ、後味好き。めっちゃ美味しいわ。ジンジャーエールってなんか自分であんまり普段家で飲むっていうよりはあれだよね、お店で飲む方が多いイメージ。焼肉屋さんとかで飲みます。今日はですね、デザートがあるんですよ。じゃーん、ガトーショコラ。これはまあパパが買ってくれたんです。今日実は、まあ、YouTube を撮影してたんですけど、その撮影してからパパがこれを買ってくれて、今から食べます。いただきます。これどうやって開けるんだろう。ここか、あれ、はあ、これ待って、開かないんだけど、こういうことか。美味しそう、めちゃくちゃ美味しそう。お皿に、いただきます。うわー、めっちゃ濃厚。この濃厚具合、濃厚だわ。濃厚の100倍濃厚。あの濃厚ガトーショコラの上にさらに濃厚なこの生チョコみたいなのがかかってて、おいしい。ホワイトデー楽しみ。ホワイトデーって3月だっけ？3月の十何日とかでね、13、14、ホワイトデーに向けて痩せよう。3月14。ホワイトデー、なんかバレンタイン覚えられるけど、ホワイトデー一生覚えられない。一生覚えられないです。3月13だっけ、あ、14か、あれ14だっけ。バレンタインのちょうど1ヶ月、え、2月14日か3月13日、そういうことか。2が3になるだけ、確かに。
りょうてん誕生日ホワイトデーなの、すごいいな、そういうのすぐ覚えてもらえるからいいですね。うん、おいしい。うまこれ、うん、おいしいです。ケーキにはコーヒーじゃないの、確かに。でもコーヒーなかったんでジンジャーエール。ケーキにジンジャーエールって確かになかなかない。だいたい紅茶かコーヒーで。夜ご飯も桃食べました。上に乗ってるクリームさっぱりしてる。これ？甘い。甘いけど甘すぎずって感じ。サッカーやってるやつの飲み方。ああ、口つけないで飲む。確かに。なんか口つけるとさ、まあ女の人はなんかリップついてるっていうのもあるしさ、なんかこういうのだとさ、あんまりラッパ飲みするよりこうやって飲んだ方がなんか衛生的にもいいかなって。全然誰も飲まないし一人しか飲まないけどそう思っちゃって。どっちでもいいんですけど。菌が増殖しそうだからいつもそうしてる。確かに。やばい、ここの上のトロトロのチョコクリームみたいなのがね、めっちゃ美味しい。うん、アンロケ見てくれました？みずみんと一緒に、あのなんだっけ、寝起き、予告寝起きドッキリやったやつ。楽しかったです。そ
そんなチビチビ食べないで一気に。確かにチビチビ食べちゃう。あれはね、私もずっとやってみたかったんですよ。面白かったでしょ。でもあれさ、裏話なんですけど、あのコントやった時にこう、なんか背中をすごくこう反って、もう頭もこうカクンってしないといけないから、首をうーんってめっちゃやってた。なんか待ってる間いつ来るか分かんないから血が上ってきて、ねえ、すごくね大変でした。待ってる側からしても、早くって、早く来て、謎中さ、もう謎解きとかいいから早く来てって思ってた。首が痛かったのと血が上った。っていう裏話、頑張りました。サングラスずれるのじわる。サングラスずれてた？私まだ放送見てないからわかんないですけど。楽しかった。でもみずみんが最初ね、なんかいろいろ考えて、あのまあ謎解きをするっていうのはこんな感じがいいかなと思ってたんだけど、最後どうするかをすごい考えて、最初あの米田2000のネタをしようと思ってた。ぺったんこぺったんこのやつでも、なんかあれもいいなって思ってて、したらなんかどっちも、みずみんに行ったらどっちもなんか、あ、いいですね、やりましょうみたいな感じだったから、あ、みずみんってそういうのいけるんだってすごい嬉しくなった。全部ののちゃんのアイデア。そうです、一応。まあでもあれは2個目はその TikTok でバズってたやつを真似したんですけど、嬉しい。普通さ、私はできるかなみたいなのを想像してた。したら意外と乗り気だったから嬉しくなった。先輩に言えなかった、なんかそういう感じじゃなかったんだよね。私も気使われてるなっていうのはさすがにわかるから、なんかずっと表情を伺ってたけど、なんかやりましょうみたいな、すごい前向きな感じだったから、あ、いけるんだこの人と思って。ぺったんこもやりたかった。おいしい。確かにコーヒー飲みたくなるな。でも夜にコーヒー飲むと寝れなくなる。最後の一口、ごちそうさまでした。
口がアップで映っていいね。お口がアップで映っていいね。美味しかったです。うまじゃーん。ダーツ、ダーツしよう。私の華麗なダーツさばきを見てください。あこれね、ガチの針だから。惜しい。あ、めちゃくちゃ惜しくない？あ、7、7、14、28。これがダブルだから28で30。あ、違う、40、53。もう今1、2、3、4、5本投げたから。うまくない？もう一回やろう。じゃあ3本にしよう。3本で投げます。あー惜しい。7、1、4。ダメだ。どう？うまい？ダーツ。これガチな、ほら、ガチな針だよ。うまくてびっくりした。結構離れてるよ今。でも普通のダーツやるときの位置ぐらいで。もう一回やろう。ブル、ブルいきます。いけるでしょ。帰れません。あ、うわ惜しい。見て、超惜しくない？ここだぜ。でも1なんですよこれ。18×3でしょ。わかりません。これ19。ダーツは難しいですな。これ家です。これ楽しいよ。もう一回やろう。次は絶対ブル。いきます。ここに当たるといいんですよね。
でもここもね点数高いっていうね、ここが一番高いんですよ本当は。確かここ50だよね。50のここはいくつだっけ。ここも50かな。で20のここ3倍だから2、3、5、6、60。コード刺さってるから今これ12なの、こんなギリギリなのに。うわー、ちょっと12かい。ここがいいんですよ本当は。今ブルを狙ってる。あ、いや私うまいな。19、7、12、点数は低いです。アウチ。ブルは真ん中。うまい？うまいでしょ。これ普通に危険なんで危ないです。いろんなの、これは軽いからやりやすい、これがすごい重いやつで、これはなんかキリンさんのやつですね。なんかやろう。絶対ブル取るから。3、1。なんで点数なんで低いの。あ、取れちゃう。これダメだ。今日は不調です。不調です。ダーツ配信。外したら壁に穴開く。え。穴開きますよ。でも私うまいんで外さないです。なんか普通のダーツだと大体さ穴に入れるやつじゃん。こんな針じゃないんだけど、これガチの針のやつだから、あの穴開きます。
ダーツ楽しいよね。それなんていうの、針わかんない。この針なんていうんですかね。矢はいくらぐらいのやつ、知りません、全然わかんないです。やめたいな。ぶるっちゃうか。家族と大会とかする？なんか前みんなでダーツ大会した。私の華麗なダーツさばきを見てください。絶対にブル取ってやる。ちょっとうまかったです私。楽しい夜な夜な一人でやったりもします。ソフトより音が静かでいいね。確かに。こんなテンションが高いナナシちゃん久しぶりに見た。そう。でも私そっか。まあ一人飲みしてる時もめっちゃテンション高いわけじゃないから。いやブルは。全然そんなしょっちゅう出ないです。ちなみにでも一回やって一回は出るかなーぐらい。奇跡的に惜しいことがめっちゃ多い。けどたまにめちゃくちゃ上手い人いるじゃん。もう全部真ん中みたいな。すごい。もう一回やろう。もう一回やっていい？もうちょっといい見せ方できないかな。なんか。あ、ダメだ。待って、もう一回。
上だな。あー難しいんですよ。難しいんですよ。ゴールで繋がってんじゃないの。そんなうまいですか。そんなうまいですか。私繋がってません。今日まだメール送ってないな。そういえば肘より上だけが動くようにするのがいい。え、私なんかさ、知らないおじさんにめちゃくちゃ習ったことがあって、ここのなんかこう狙っちゃダメなんだよみたいな、ここの動きで投げるんだよみたいな言われて、すごいね、学んだ一回。ここの動きで、そう言われたわ。なんか私最初こうやって投げてたの。でもそれじゃダメ、ここでこう投げるのって言われて、なんか教えてくれたんですけど、おじさんが。でもやっぱり全然下手です。まだ難しいね。も楽しい。ボーリングもね、上手くなりたい。私ボーリング超下手。あの100いかないもん。100いかない。下手な時もう63とか。でも上手くいった時は自己ベストはまあ120とか。でももう100いくの全然まれ。ボーリング上手くなりたいな。それは辛い。あ、マウント取られました。それは辛い。全然うん、なんかそう、力がないからさ、まずもう手が疲れてきちゃう。後半 6球目とかもう重いんですよ。まずはガーターなしで、まずはガーターありでじゃなくて、ガーターはなしですよ。さすがにそれはあの、さすがにそれは、あガーターになえ、でもガーターはそんななんないけど、なんか1本とかの時があって、よくあのストライクがね出せなくて。7とか8ポンドくらいにするとか。え、私その8とかだよ、大体8とか。うまくなりたい。でもあのウィースポーツのボウリングはすごく上手なんですよ。あれはもうね、自分のなんかどっちに行くとかが本当のボウリングは分かんないけど、そのゲームの中だとの私だと
なんか左に行くから右からこう狙えば行けるっていうのがあるんですけど、よくやってます。楽しいよ、楽しいです。ってことでもう帰ろう。行きます。より下手。あー来た、よっしゃ来たよ。じゃーん、すごくない？赤いとこ入った、おめでとう。私ブルー、フルになりました。今の何点だろう。でも1個的外れちゃったから、でも50何点入った。やばい、私のずっと見てた時計が狂ってたわ。今何時ですか？今何時？一大事。お、1時間ぐらいあったね。1時間ぐらいありましたね。これはじゃあ半になったら終わろう。半までやります。30分までやります。えっ、40分ぐらいやってる。今日なんか変、テンション変じゃない？そう、私こんな感じです。ファンの人の前てかショールームだとやっぱりいつもあれなんですけど、家族の前とかだとテンション高めです。やっぱりショールームとかファンの人の前だとやっぱり素が出せないと言いますか、猫をかぶってしまうのかな。被ってしまっているのかも。自然と私はジンジャーエールを飲んでます。ジンジャーエール、だって私この前ずっとなんかお家に帰ってきてテンション高くてずっと剛力彩芽さんのモノマネしてたらしい、らしいっていうかまあしてた。しました。まあ私的にはいや記憶あるんですけど、別になんか酔っ払ってとかではないんですけど、でもテンション高くてノリでやってた。それはやってくれるっていうふりですか？やりません。
やりません、恥ずかしいので。めっちゃ気になって寝られない。じゃあ寝なくていいです。うまい、口の色がなくなってきた。そこはやろう。やりません。うざいですか。見たいですか皆さん。やりません。一人でこんなことしてるの恥ずかしいからやめるわ。期待してしまった。今日テンションすごい。いつものショールームがこうやって、まあ YouTube もか、私 YouTube もいつもなんかやっぱアテレコとかって一人でやるからさ、こう一人でこう喋ってるんですよ。でもそんな声張る必要ないじゃん。劇場公演とかだったらめちゃくちゃ声張ってみんな私を見ろひーよってやってるけど、でも一人の時はそんなことしないです。そんな声の自己紹介見たことない。いつも吉川家の私はこんな感じです。まゆうかまゆうさん、まゆうさんもなんかモノマネのイメージが強いですよね。まゆうさん、まゆうさんのそれね、あれね、ケーキもう一個食べたけどもうない。もうないな。ケーキもない。なんかもう最近自分の胃袋なんか壊れてる。明日の21時に AKB から何か発表あるみたい。え、そうなの？知らなかった。 AKB からなんか発表あるらしいですよ。なんだろう、なんだと思う？みんな、私知ってることかな。でも教えてもらえないこともたまにあるからな。なんで教えてもらえないんだろう。メンバーが、メンバーなのかな私って。メンバーがみんなリツイートしてる。え、なになになに、知ってるかな。もう知ってるかもしれないけど分かんない。な、何？
秋葉原の街風景のやつ、何それ。なんだろう、え、なんか知った方がいいのか。マジで劇場引っ越ししようだって。劇場引っ越しされるの、劇場引っ越しするの。え、なになに、ニューシングルなんですかね。私の知ってることですかね。知らないこともとてもあるので、リツイートしとけば。え、何、リツイートしないといけないの。チャリでいろんな街走ってた。ちょっと今ショールーム一回止まるけど見ていい、一回止まるけど見ていいですか。見よ、あったわ多分。これは多分分かったけど、これは何、リツイートするのかな。多分分かりました。劇場チャリで行ける距離だから原宿とか移転されると困るんだが、それはないと思います。え、でも私さすがにリツイートした方がいいな、これ。じゃあ私もメールも打たないといけないんで、そろそろランキング見ます。13位はゆうさん、ありがとうございます。12位はひねちゃん、ありがとうございます。11位はミキアットマーク7レンジャー、ありがとうございます。10位はアディ・ウィジャーさん、ありがとうございます。9位はプロジュさん、ありがとうございます。8位はカズアキさん、ありがとうございます。7位はイッサーアットマーク7レンジャー、ありがとうございます。6位はトシアットマーク7レンジャー、ありがとうございます。5位はネコトラメアットマーク4ジョッパ、ありがとうございます。4位は七瀬お酒に強いそう、鉄の七瀬一生推しアットマーク7レンジャー、ありがとうございます。3位は純アットマーククラノファミリーさん、ありがとうございます。2位は国尾アットマーク七瀬のほっぺが好き7レンジャー、ありがとうございます。1位は鍋アットマーク7レンジャー、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。じゃあメール送りますね。バイバーイ。